はい、ありがとう整体の平野です。脳幹療法ね、本当にこの、姿勢をどん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 作ってきて、そうすると、頭がしっかり乗るようになり、この脳幹ですね、生命の、中枢、本能のね、源にある、脳幹が皆さんこう、機能低下したりですね、すごい緊張が強く入っている中でですね、やっているんですけども、今日、先ほどの方もですね、それを脳幹療法やってからですね、このベッドに寝た時に、極力この、LED って眩しいので、少しね、この、今光量をね、落としてやってるんですけども、あれって言って、さっきはちょっと結構眩しかったんだけど、今全然眩しくないというね、ことを言ってくださって、くださいました。これは目が悪いんじゃなくて、あ、そういうことだったんだっていうことをね、どういうことかというと、脳幹の機能が、やはりこの緊張して、LED やっぱりこの光強すぎなんですよね。その強い光を、を浴びて、脳幹が緊張してしまっている。そんなことが、修正された。先月やられた方もですね、やっぱりこの光が眩しくて、いつもこうサングラスをかけているという方もですね、施術を受けた後にね、やっぱり眩しさが違うということをね、言ってくださいました。そんな、大変な、光の光害ですね、光の光害の中で、本当にこの人間の本能である、脳幹が、体が緊張させられていると、いる時代においてですね、本当にこの、大変な時代に、入ってきて、新しいタイプのね、生体調整、身体調整がね、必要だと、私は改めて思った次第です。そんな形でですね、不思議不思議と言われてきたけども、まさに本当にこの現代社会にね、適応できるように20年間ね、研究に研究、怪しいと言われながらもですね、研究してきた結果としてね、今現代人が、の体を不調に陥れているいろんな部分をですね、調整できて、できるようになってきたという中でですね、もちろん全部分かったわけではないので、ますますね、研究していって、皆様のお役に立てるようにね、なれたら嬉しいと思っています。ありがとう整体の平野でした。